皆さんお疲れ様です。今回は佐藤さんのライディングで、これほとんどの人がそうなんですけども、自分がまっすぐ漕いでると思っても左や右へ歪んでいって漕いでいるっていう人が多いんですよね。で、これはどっちかっていうとパドルは失速します。自分が行きたい方向はレギュラーやのに、まっすぐ漕いでるつもりでも左にそれていってしまうっていう人がほとんど多いんですよね、僕のレッスンを見てても。で、それはやっぱり顔がちゃんと、この行く先を見れてない。下を向いてたりとか横を向いてたりとかするのと、やっぱり体の軸が、ストリングの上に来れてないのと、やっぱり右手が強いっていう人が多いですね。その日本人やっぱり右手ほとんど多いと思うので、8割ぐらいは右手なんじゃないでしょうか。なんで、漕いでる時に左にこう寄れていく人が多いですね。この佐藤さんもそうなんですけども、左に寄れていってしまって、こう角度を最初、ここの角度で行ってほしいって言っても、やっぱり漕ぐ時には、波が来て当たった時には左に逸れていくっていうことが多くて。まあ、これの改善点としては、まっすぐ、先っちょ、ノーズの先と方向を見れば、かなり、行く先を見れます。どっちかというと波に乗る寸前、波が当たって、本気で漕いでる時に、下に向いてる人が多いので、ここをしっかり、ノーズの先端の、この先っちょを見て、行く先を見たら、結構まっすぐ行けるか、行きたい方向に板が進んでいきます。よく多いのが、板がフラフラするとか、失速して走らないとか、いう人が多いんですけども、その人たちの場合は、後ろに乗りすぎです。それはもうこの板がウィリーしてるっていう、上空カメラと普通のカメラで、見分けれるので、まあほとんどの人が、あ、自分こんなに後ろだったんですかって言って、まあ見なくても板の、こう触ると凹み具合で結構分かってしまうので、まあ後ろに乗りすぎてしまうと、やっぱりこうウィリー状態にして、こう上がってしまいますので、まあワードとか重い板、まあ市販されているすっごい重い板とかやったら、その後ろに乗っててごまかしが効いて進むっていうことがあるんですけども、その板の最速スピードはまだ味わえてないんですよ。やっぱり最速スピードを味わうためには、真ん中のとこに立つと、簡単にスピードがバーって出てきます。ノーズがちゃんとこのウィリーしてない状態になると走っていきますね。あと、そのノーズがウィリーしてない状態でターンをしているときに、要は前に乗りすぎてる人たちが言うことは、やっぱり板が動かないとか、そういう意見を多く聞くので、まあロングボードは2メーター70、約2メーター70から3メートルぐらいあって、そこを一定の場所でずっとサーフィンしないんですよね。ある程度結構やっぱり、前から後ろから、だいたい僕はもう全部使うんですけども、先っちょから後ろのテールのサイドフィンよりちょっと後ろぐらいまで踏み込むんですけども、ほとんどのやっぱり板進ませようと思ったら、最低でもやっぱり1メーターぐらいの動きはないと、その板を走らせていくことは不可能ですね。で、ただ真ん中に立てればすごい安定するので、今この板が浮きがちとか、結構自分でやっててわからない人が多いんで、例えばで言うと、乗ってて失速してるとか、前に進んでいかない。で、ふらふらすると思ったら、ふらふらするとなれば、それも完全に自分が後ろ乗りすぎっていうことなので、それで判断できるかと思います。微量が取られなくても。なので、失速してるとか、前に走っていかないとか、フラフラするってことは、もう完全に自分が後ろ乗りすぎですよっていうことなんで、そこを気をつけて直していけば、横に行ってスピードを出していけることができます。まあ、その横に行くっていうとこなんですけども、この状態で横に行けば、もちろん失速するので、僕は絶対横に行ってる時に2歩歩いてるんですよね。2歩で歩いて真ん中よりちょっと前で板を落とし込んでスピードを走らせていってからノーズ行くか、またステップバックしてカットバックするかっていうのが日本の波の走らせ方っすね。だいたい日本の波でずっと後ろに乗ってるっていう波は、もう台風の時とかリーフとかビーチブレイクでも胸肩ぐらいある波じゃないと、このテールでずっと一定の位置でサーフィンできないですね。それでもやっぱりたるいセクションとかなると前に歩いたりするので、まあそのロングボードは目いっぱい使った方がいい
ライディングができるかと思います。まあショートボードですらあんだけ後ろ足とかずらしたりするので、もちろんロングボードはもっと動かさないといけないっていう、まあその後ろ乗ってても走るけども、もっともっと板を走らせたいなら真ん中に立たないと、やっぱりこの場合は走っていかないです。で、真ん中に立ちすぎてしまってターンしたい時にやっぱり後ろ下がらないとターンはできない。まあそれ超簡単なんですけども結構難しいっていう感じがロングボードなんですよね。で、真ん中のだいたい1メーターぐらいを踏めばもうすごい安定するので、この佐藤さんの場合はちょっと後ろに乗りすぎ、ほとんどの波が後ろに乗りすぎっていうことがもう分かってるので、ここを改善して、あの板の走らせ方ですね、板が歪んでいってしまってるので、ちゃんとレギュラーに行くならこう右に徐々に右に寄せていって、波に落ちました、波にこう行きたい方向に漕いでいけば間違いなく横に行けるのと、この真ん中を踏めるようになれば走っていくっていうのが改善点ですね。それ佐藤さんだけじゃなしに、もうこのほとんどレッスンしてきてほとんどの人が多いので、やっぱり横に行けない人の原因は板の角度が、知らない間にどっちかに歪んでたりとか、そこを意識できてないとか、真ん中を踏めてないとか、そういう横を走っても全然走っていかないっていう人はもう後ろに乗りすぎとかなんで、そこを意識してやってもらえたら横に行ってバンバン今年の夏ね走っていくと思いますので、それこそがサーフィンだと思います。ぜひ試してみてください。以上でした。Thank you.